えこんにちは。えー、私は、えー、表現読み落語と称しまして、えー、落語を読んでいます。でこれはあの落語を演じるわけではなくて、えー、あくまでも書かれている落語を読むわけですけどもね。 現在私の左側にあります「小三寺名跡」というこの本がありましてこの本の中からいくつかの作品を取り上げてもうすでに読んでいるんですけどもちょっと間が空いたのでまた何か読んでみようかなと思ってそしたら何か今死神というのは流行っているというか聞きましたので。 えー、今まで読んでないなというので取り上げようと思いました。これはあの人間のの寿命の問題を取り上げてるんですね、えー、それが、まあ、死神がついているからあの死ぬんであってでさらにちょっと面白いのはネタバレになるので終わりの方を詳しくは言いませんけども。 えー、自分の寿命というのがどこかにその映し出されるといいますかどこかに、えー、あるとそれをもし自分が知ってしまったらどうだろうかというふうなねそんなあの面白い話でいわばちょっと SF といいますか落語にはそういう話よくあるんですけどもこの話もそんなものの一つですね。えー まあね、今あの死ぬの死なないのといろんなことを考えているわけですけども誰でもね特に今の、えー、時代というのはここ12年そんなものをいろいろ考えている人多いかと思います。うん、そんなのをちょっとこう笑い飛ばしてしまうというのが落語のいいところなんでしょうね。ということで、えーまあ、やって。 見ようかと思います何してんだよこの人はどこほっつき歩いたんだよえー、どこのたくて歩いてたんだいよせえこの野郎俺は別にほっついたりのたくったりしてたわけじゃねえやじゃどうしたのお金の工面ついたのかよそれがめえダメなんだよダメなんだよじゃないよ わずかばかりのものができないのが本当に情けないね。しょうがねえよ。だってどこ行ったっておめえそう急に言われてもしょうがねえって貸してやるわけにはいかねえってやん。お前さんの解消がないからそういうことなんだよ。なんだいわずかばかりのものがお前だって男だろ。男だろだっておめえ男だか女だかおめえだって身に覚えがあんじゃねえ。 何言ってんだよほんとに情けないねまったくもうほとほと愛想が尽きたよ豆腐の角に頭ぶつけて死んじまいな豆腐の角に頭ぶつけて死ねるわけねえだろお前なら死ねるよ出てけ会社のし出てけ出てけ死んじまえ出てくよ冗談じゃねえなまったく どうして女は強いのかな俺だってな表出りゃ決して弱え方じゃねえんだけどなあの女の目に立つってと俺舌がもつれて何にも言えなくなっちゃうんだ情けねえなありゃ女じゃねえねえ男の命削るからかんなだありゃ本当にもう豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえ。 豆腐のことに頭ぶつけて死ねるチはいるまいましいな死んじゃおうかな本当に死んじゃおうかなよし死ぬぞ死ぬぞどうやって死のうかな井戸へ見投げちゃおうかな 俺七つの時にな神田川へ落っこったことがあるああガバ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 水飲んで苦しかったよ井戸はよそあれなんだいこんなところにこんな大きな木が生えてたのかねおお大きな木だなあこれおあんなとこから枝が出てある。 いい枝だないい枝っぷりだあそこへこう首ぶら下げて死んじゃったら面白いなよーしあそこへ首つって死のう首つるったってな考えてみたら俺今まで首つったことねえからなあんなところへ首つるにはどうやったらいいのかな 弱っちゃったなあこら教えてやろうよっせよ誰だおい誰だいん俺だよ <laughs> 俺だ 大きな木の陰から現れるともなく現れてまいりましたのがもう年の頃は七十をとうに過ぎていよう。どうかするって言うと八十もとうに過ぎていようという痩せっこけた体でもって剥げ上がった頭前のところから白い毛がぼーっと。 胸へはだけてネズミ色の着物を着てはだけたところからあばらの骨が一本一本数えられようっていう荒縄で腰をゆわえて尻をはしょってもう枯れ木のように痩せた足の先にわら草履を引っ掛けて竹の杖をついて「へえ俺だへっへっ俺だよ」うっ。 な,なんだてめえよ <laughs> 死神だよせよう子でやろうどうもこれは変だと思ったんだ俺今までいっぺんだって死ぬなんて両見になったことねえんだよここよそしか,かったら急に死にたくなっちゃったんだやろう俺に息かなんかふっかけやったなチキショうおお向こう行け向こう行けよおい え俺は死神に知り合いはねえんだからあまりそばへ来るな向こうへ行けってんだよおいしふいたってダメだめだえまあ俺と仲良くしよう冗談言っちゃいけねえよ俺は死神と仲良くなんかしたかねえよえっ、ま 向こう行っっててくれって言わねえのわよじゃあいいよ俺が勝手に行くから。待て待て逃げるのかはははいくら逃げたって駄目だお前は2本の足で歩く俺は風に乗ってなふわーっと飛ぶんだいくら逃げたって無駄だぞ。 まあそれよりなどうだ俺が少し相談に乗ろうじゃねえかいいよん俺は死神と相談なんざしたかねえんだからまあそうじゃけんにするなお前と俺とはな昔ちょっとした因縁があってなえへっへ 訳を話すと長くなるからやめとくが切っても切れねえ縁があるんだ。えだいぶおめえ困ってる様子だから俺がそのなおめえに仕事を世話してやろうじゃねえか。いいよほら死神に仕事なんぞ世話してもらわなくたっていいよほら君の悪いやろだな。どうせ なんだろう死神の下請けかなんかさせよってんだろ死神の下請けなんてのがあるかあのな人間というものは必ずみの寿命というものがあってなこれいくら生きていたいと思っても寿命がなくなったやつはどんなことをしても助からねえ。 それとまたあべこべに「寿命があるやつはどんなことしたって死ぬことはできねえ。お前はまだまだ寿命があるから安心をしろ。そんなことよりどうだめん医者をやらねえか医者っって俺は脈の取り方も何も知らねえんだ。え 脈の取り方なんか知らなくたって医者にはなれる人の命を助ければそれで立派な名医だえへっへっへ医者やれ医者医者は儲かるぞえはは <laughs> 今俺がのおめえに他のもの者には見えなくとも おめえにだけはちゃんと見えるような工夫をしておいてやったああ長患いの病人のところへ行くとそこには必ず死神というものが一人ずつついているこれは死神仲間の申し合わせになってるこの死神が枕元に座ってたらこれは駄目だ どんなことをしても助からねえ。もし足元にその死神が座ってた時にああこれゃ大丈夫だ。まじないを一つ唱えればなその病人は嘘のように治っちまう。まじないったってそんなまじない俺は知らねえよ。ええそれをこれからお前に教えてやるからいいか アジャラカモクレンキューライステケレッツのパこれでポンポンと手を二つ叩くとな死神がそこから家へ帰らなくちゃならねえってこれ死神仲間の申し合わせになっているそれやってみろなんだいアジャラカモクレンキューライス テケレッ列のパーってそれで手をポンポンとこれであれ死神さん死神さんおおどこああそうかこれもう幸せだよこれああまじないを唱えてポンポンと手2つ打ったからいらんなくなって家へ帰っちゃった。 ここいいこと教わったな。やってみようかな早速家へ帰って表へ看板を出そうと思いましたが看板にするような板がない台所へ行ってみるってとかまぼこの板っきりがあったんでこいつに金釘流でもって「医者」と書いて表へぶら下げた こんなもんで本当に患者が来るのかなと思っているまもなくごめんくださいましごめんくださいましはーい誰米屋さんあーすまねえけどねここのとこどうにもしょうがねえんだあーうんもうちょっと待ってもらいてんだかないえいえあの米屋じゃございませんうんじゃあ何ま、薪屋あ 魚よ乾物ずいぶんあるなあ。この嫌なあ,あの。こちらはお医者様じゃございませんでしょうか。えー、えー、別にああ医者だ。今なった。ばっかり忘れちゃったよ。ええー、どうもいらっしゃい。こんにちは。あのお医者様ええー、そうそう、医者です。あ。 用でございますか、えー、実は私はあの日本橋の大宮次郎兵衛の店のものでございますが、えー、実は私の主人の何でございます容体が大変よくございませんのでもう長患いをしておりましてな、えー、方々のお医者様にも見ていただきまして名医という方にも来ていただきましたがどなたに見ていただきましても。 これはもうどうやっても助からないと言われましてえー、ほとほともう弱り果てましてでよく当たる駅舎があるというのでただいま見ていただきました。ここから辰巳の方角へ行って初めて、えー、医者の看板が出てるところへ頼めば必ず直してくれるからというそういう毛が出まして。 えー、歩いてまいりましたところえここに看板が出ておりましたのでえお伺いしたようなわけでございますので、えー、一つ助けていただきたいのでございますがえ先生によろしくお願い申し上げてくださいああそうですかえー、ええー、えうんそれよかったえ今ちょうど暇ですからねえー、じゃあ行きましょうえー、よろしく 奥にお伝えくださいましていえ、あの奥ってねえ足がね、医者なんです先生ですよえああ、あなたがあ,あおやおやってがっかりしちゃったそらそうでしょうとても医者には見えませんなりは汚いしもうよれよれで それでも「まあ頼んじまったんだからしょうがないまあ見せるだけならいいだろう触らせなければ」とかなんか考えて家へ連れてきてみんなに話をするってと「それじゃあ見せるだけだよあんまりそばよらせない方がいいよ」かなんか言われてで病人の部屋へ入ってきてちょいっと見るってとなるほど。 死神が足元の方に座ってるおーしめたなんでございます、ええ、いえ今何かあの先生しめたとおっしゃいましたえあーあーあれねあれはね今そこへ入ったでしょほらあとしめたってこう言ったんですこれ大丈夫ですよええ大丈夫助かりますこれ 助かりますか。うーん、大丈夫。すぐ治っちゃう。す、すぐ。しかしあの名医の方が皆首を横に振られましてええー、それはどんな人が見てそう言ったか知りませんがねすぐ治りますよこれ大丈夫。名医って誰が見たんですええー、初めて見ていただきましたのはあの。 鹿児島修典先生で鹿児島修典先生うん。でその先生はなんていう見立てだったんですもうこの病人は先がないという修典で先がないねあと他に誰に見てもらったんです、えー、あとは甘い洋館先生に見ていただいておお その先生は何て言ったんです、えー「とにかくもうしょうがないけどもあとは安静にするしかない」と「ははん館で安静ね医者ってのはバカじゃ務まらないねこりゃあえ,えいやいやいやこれは誰が何と言ったか分かりませんがね私が見て大丈夫だってすぐ治りますよあっさようでございますか」。 では、ぜひお願いをしたいんでございます。が、ええー、それはね直しますが、なんですよ。あの例の方はね。たっぷりとえー、それはもうどうにでもいたします。から。あそう。それじゃあね、すぐに直しますがね。うんじゃあどうしましょう。あ、あと閉めてますよねえー。それじゃあね。 私はね、医者の方もやりますがまじないの方もやりますがまじ、えー、ないでいきましょうか。ねいいでしょうそれで。ええー、もう直していただければどんなことでも結構でああそうですか。ええー、それじゃあね、えー、ちょっとあのー、そ,そっち行っててください。うんちょっとやりにくいからね。いいですか じゃあもうやりますからねへえへええ大丈夫ですどうぞご安心ください「アジャラカ木蓮旧ライステケレッツのパッポンポン元より死神がすっとかき消えるようにいなくなった今までうーんと言ってうなっていた病院が病人がごごごご,ごあおい 誰かいないかおーい、誰かいないのかいああ、胸の中に仕えていた雲みたいなもんがスーッとなくなったような気がするああ、お腹が空いた先生、あの、今あの主人がお腹が空いたとええー、そうそう、お腹が空いた何か食べさせるはあ、はじめにおかゆか何か えー、おかゆなんかダメうーんなんか何でもいいんですよ天丼でも何でも好きなもんさようでございますかありがとうございますそれじゃあのお薬を頂戴したいとああ、お薬と言ってもそうですねここに持ってきませんでしたからーじゃあうちに一緒に来てもらいましょうが家に引っ張って パってきたが、もともと薬なんてものがあるわけではない。家の中見渡して、見渡して、何かないかな台所に行ってみるって、ともう半分枯れかけた大根の葉っぱがあった。こいつをまな板の上へ持って、トントント、ントン,トン,トン刻むって、と、もっともらしく紙に包んで、はい、えー、どうもお待ちどうさま、うんこれをお持ちなさい。あ、ありがとうございます。え これ何でございますかあの煎じるんでございますかそうですねまあ煎じても煮ても何でもいいんですけどもすると煎じると申しますとどのように煎じていえどのようにってまあよくやってるでしょほらあのほら一杯を二杯に煎じるとかああ先生これあの煎じると増えるんでございますか え、別に別に増えるわけじゃないがまあ好きなようにわがんなさいどうでもいいんだからてんでいい加減なもんであとはもう気だけのものですからこれ持ってきて飲ませるって言うとまるでうせのようにケロケロっと治っちまう。どの名医と言われた人に見てもらっても首を横に振ったのがあっという間に治っちまった。 こら恐ろしいもんですなあこういうのは口コミってやつでかえって人の信用がつきます我も我もってんでお客の絶え間がないこれまたいい塩梅に頼まれて行ってみるってえどもほとんどが死神が足元の方に座ってるってやつでたまたま枕元にいるのがいても「ああ、こらいけませんなあ」。 いやどんなに頼まれてもねこれは仕方がありません手の施しようがありませんよ」と言い渡しておいてその家の敷居をまたぐかまたがないかのうちにころっとなくなっちまう「何なんないあの人は生き神様じゃないかしら」なんてんでますますこの評判が評判を呼ぶってやつで そうなるってえとそうそういつまでも裏長屋に引っ込んでるわけにいかないから点で今度は表通りに結構なところを買い入れまして、えー、ここにまあ開業するといったようなわけでと金の方もふんだんにそうなるってえとどうもあの汚いなあのかみさんってものはどうもいけません女は汚いのはダメだなうんじゃあ 脇の方に何をしようかしらなんてんで倉庫をするうちにちょいと離れた裏手の方に小さな家を1軒この何いたしましてそこにこの何ですなちょっとおつな何をこの何にしてそこへ時々通っちゃ何をしてえーそうなるってえとますます神さんの方がたけりくる。 えー、めんどくさいこんな汚ねえもんは追い出しちまえ子供も連れてけ金がいくらでも好きなだけ持ってけってんでかみさんを追い出しちまう。ねえ先生あたしね前々からあの髪方見物がしたかったんですけど先生連れてってくださらないうーんそうだな だいぶここのとこ患者の見過ぎでくたびれたから「じゃあちょいと出かけようか」なんてんで自分のものから家のものから何からそっくりこいつを金に変えてで今日大阪から大和めくりまあ今でもその旅というものは金のかかるもんですが昔の旅に金のかかるなんてものは計り知れないものがあります。それが金に任せて 途中贅沢三昧をいたしますから瞬く間になくなっちまうこっちの宿から次の宿まで芸者の総送り屋なんかやったりするんでもうもうじき江戸に入ろうっていう頃にはもうすっからかんになるもともと女の方だって惚れて一緒にくっついてるわけじゃありません金の切れ目が縁の切れ目ってんでそのまんまどっかいなくなっちまう やっこさんぼんやり江戸へ帰ってきたがなーに俺がちょいと看板ど,し,どうしよううーんすぐにだってと看板も出してみたものの患者の彼女も来ないこればっかりはどうにもしょうがないお医者さんだけはこっちから聞いて歩くわけにはいきません弱ったなあ弱ったなあと思ってそれでも時々 ぽつりぽつりと頼まれますから行ってみるってとこれがまた意地の悪いことにどれもが死神の座ってる場所というのが枕元で「これじゃあどうにもしょうがないああなんとかならないかないい仕事がないかしら」と弱り果てているところに麹町三丁目に大和屋全米という これは江戸でもって指折りの金持ちでございます。ここから主人が長野患いだから是非見に来てもらいたい。連れ立ってやってきてみるってと。ああ、えー、これはねえー、どうもお気の毒ですがどうにも手の施しようがありませんな。しかし、か ここで主人に行かれましてはもうどうにもしようがございませんええー、この縁、えー、屋台骨が傾くといったことは目に見えておりますのでそこのところをこう先生のお力でもっていえー、そりゃなんとかしてあげたいんですがねこれは一目見て私わかるんですよどうにもしようがないんだ諦めてもらいましょう。 えー、そこのところを一つ先生のお知恵でいえ知恵も何にもねこれね人には寿命ってもんがありますからねどうにもしょうがないんですよ。じゃあいかがでございましょう先生、えー、こんなこと申し上げては失礼ですがもしこの主人を直していただくことができましたらお礼に200両差し上げてもよろしゅうございます。 200両200両ね「200両ねえあ200両ね200両もらってもねこればっかりはもうどうにもしようがないんですよ。ねまあ諦めてもらうよりしょうがないでしょう。もうダメってことは分かってんですから。じゃあいかがでございましょう。 そこのところを一つ先生なんとかそのしていただきたいんでございます。それじゃあの直してくれとは申しません。主人の命をでございますね。たとえ半年でも1年でもよろしゅうございます。もし流れていただけるものならいかがでございましょう。五百両差し上げてもよろしゅうございます。ほう 五百両「ああ欲しいなあ百両ねなんとか直したいんですがねもうほらねああいう形ですからねこれどうにもならないんですよこれがねまあ諦めていただきましょうその先生ははい。 え、え、あ、ははあ、はあ、さようでございますかはい、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 ではあ,あのー、お願いしてみます先生、ただいまおかみさんが、えー、大変に心配をなさいましてもし10日でも半月でもよろしゅうございます主人の命を持たせていただけましたら 一千両お礼に差し上げると申しております一千両千,千両箱一つですか千,千両なんともならないんですねこれがこのそこのところをなんとか先生のお家へで あなたね「お知恵お知恵と言いますがねそのこれはねその知恵でどうにかなるというような今ねちょっとこれうまくいくかどうかそれは分かりませんよ。でもねまあどうせ駄目だというものならば。 うまくいくかどうかやってみますがね。ええ、こちらにあの気の利いた力のある若い者が4つたりおりませんか？ええ、もうそういうもんでしたら、もう何千人い、ええ、そんなにいらないんですよね、ええ。もうただ4つたり揃えていただければそれでよろしいんです。あれをね。 いつになるかわかりませんがね、あの布団の四隅に座らせていただきます。いいですかね。で、いつになるかわかりませんがね、私がちょいと合図をしましょう。そう、膝かなんかでこうポンと叩く。それを合図にね、布団の四隅を持ってぐラぐラっとこう回してもらいたい。 ってた一回りさせちゃいけませんよいいですか今まで頭だった方を足の方へ足を頭の方へぐるぐるっと回していただきたい。ああ、えー、そういうことでしたら、えー、もうどうにでもなりますから。ああそうですか。じゃあ早速ね支度にかかっていただきましょう。 これから四隅に若い者をこう座らしておいてじーっとこちらから様子をうかがっている。夜が更けるに従って死神の目が異様にランランと輝いてそれにつれて病人の方も「うっうんうん」というひどい苦しみようで。 ここで行かれちゃたまらない、なんとか持ってくれりゃと思ってるうちに、夜が明けて昼近くになってくるってと、死神の方だってそうそういつまでも頑張っちゃいられませんから、ちょいっと目がとろとろっとしたかと思うと、こくりこくりっとこう居眠りを始めた。ここだ と思ったからめくばせをしておいて、膝をポーンぐるぐるっと回す。途端にアジアな科目連休ライスティアレッツのパーポンパーン。驚いたのが死神でうわーって届かへ吹っ飛んでっちゃった。もちろん、これはもう厚紙をベリベリと剥がすような勢いで治ります。 どうも先生ありがとうございましたおかげさまで主人がすっかり元気になりましたおそうですかよかったですなしかしなんですよあのお礼の方は忘れえー、それは大丈夫でございますええー、じゃあ千両一度きにというのもなんでございましょうから今あの打ち金を差し上げますからそうですかじゃああとは家へ届けてもらって とこれを懐へねじ込んで表へ出るってああ久しぶりに懐があったかくなったからちょいとその辺の小料理屋で一杯やろうかしらなんてんでちびちびやってるうちにあたりが薄暗くなってくるああすっかりいい心持ちになっちゃったなああこうねぼーっとしたところをね 夜風に吹かれるいい心持ちだねだけどなうまいこと思いついたねどうしてこれに早く気がつかなかったのかなこの手さえありゃ世の中の金はみんな俺んとこに集めることができるんだが驚いたなええー、しかしねあの死神の面ってのはなかったねうわーってやがって あ,あの口からね体中がぐるぐるっとでんぐりがえしするんじゃねえかと思うようなね面白かったなこらうんっこれいけねえユンベはよっぴーて死神とね夜明かし比べやったからないくらなんだって向こうは勝負だからなこっちはかなうわけねえやこら と風邪引き込んだかなうんまあいいや今日は、えー、脇出かけようと思ったがおとなしく帰って寝ましょうおいおいえー、おどうもいやどうもしばらくでしばらくじゃねえよ本当にまあなんだっておめえはあんなことをするんだよ よりによって俺にあんな仕打ちをしやがってえおすると何ですかユんベのあらあなたでしたかいやどうもそれはすいませんでしたいえあのほら死神ってのそういっちゃなんだけどねみんななりが同じような形ねえ顔形みんなそっくりなもんで。 分からなかったんですよ、えー。そうと知ってりゃあんなバカな真似しなかったんですよ。どうも脅かしちゃってすいませんでした。勘弁しておくんなさい。そこらであの一緒に一杯おごりますから。バカなことを言うな。恩をあだで消しやがった。はあ。おめえに見せてえものがある。ちょっと来い。 俺の後へつ「いてこい。いや、もう勘弁しておくんないよねいえそこ悪かったと思ってこうして謝ってんですからねえ勘弁しておくんなさいよいややだよそのねああとむやにくっついてくってとまたなんだ死神の大勢いるところへ連れてってみんなで追って吊,って吊るしあげしょうとそんなことをしねえからいいから。 俺の後へついてこいいいから来いおいこっち来いそこを見ろそこを見ろったってなんだか真っ黒ろけでよくわかんないですよこの辺はあれあ なんですか地びたになんかこう大きな丸い穴が開いてますがな何ですかあれ石段みたいなのくっついてますねここを降りろちょっと勘弁しておくんなさいよ家だからさ悪かったって謝ってんだからね嫌やだよこんな地びたの中潜り込んでいくようなそんなね勘弁しておくんない怖い。 怖いことはねえおめえに見せてえもんがあるんだからじゃあこの杖につかまれいいかあとからついてくるんだぞ逃げても無駄だへっへっへっさあ来いさあ来いさあどんどん来いどんどん降りろどんどん。 ちょっと待ってちょっと待ってそのねこっちはその夜目が効かねえんだからうんからん怖いそのねどんどん引っ張っちゃいけませんよいいから来いさあ来いさあ来いちょっとあなたそんなねあれの何ですかこれ いきなりなんか大きなこのね広い部屋みたいになってて「ええー、何ですこの有様これ部屋中床中天井から何かろうそくだらけじゃありませんか何ですこのろうそくはこのろうそくの一本一本が人の寿命だこれがえそうですかね昔から。 からね人の命はろうそくの火のようだなんてますがあれ嘘じゃなかったんですねえこれ何だいやたらろうそくだらけでうわ随分ここに威勢のいい長えのがボブ思えてますがねえへ、ー、えこれ寿命は随分あるんでしょうねああららー こんなとこにねえねえ。ちょいちょ死神さんほらはははなんだい。これロが溜まってね。勢いがよくね。えから、ちょいとこのロを払って余計なことをするな。それは俺たちの申し合わせで取ることになっている。その労が溜まってんのはな病人だ。この労を払ってやればまた <laughs>。 病人が元気になる。勝手に手出しちゃいけねえ。うん、こっち来てみろ。こっち来てみろ。え、こっちって、あのー、こっちもあっちもろうそくだらけ。あ、ああ、ちょいと死神さん、ここにまたね。ひときわ威勢よく何か音を立ててボうボう燃えてんのがありますね。うん。いや。 やっぱり血は争えねえなそりゃあなおめえのせがれだよえあこれがやっ庫ですかなるほどねまだ寿命が長いから威勢がいいやあれあのねその隣にねこうちゅっくらいの寸法でねいやにこのね肉肉茂に燃えてんのがありますね 時々バチバチ音を立てたりなんかしてますがねこれがお前の別れた神さんだこれがやるあれ何ですこれおうおおわああもう消えちゃうわこれああもうほらこればかりになっちゃったああ消えちゃうこれえここれ何 <laughs> それがお前の寿命だ寿命だってあなた何ですこれはだってあもう消あもう消えちゃうこれ消えちゃうじゃありませんかお前の寿命はもっと本当は長かったここの突き当たりの壁のへこんでいるところに威勢よく青白い光で燃えている あれがお前の寿命だった。お前は千両という金に目がくらんで自分の寿命と病人の寿命と変えたんだ。はははほら消えるぞ。<laughs> お前は風邪をひいてるだろう。ええよく知ってますね。それくれえはわかる。 風は万病のもとだそれがもとでお前は死ぬぞ <laughs> ちょっと喜んじゃいけないよおいねだってそう言ってお前の寿命はまだまだあるってそう,うだからね時計とっけいたのは悪かったよだだだからねこうしようじゃねえかあのお金はね そっくりケースからねあの寿命ともういっぺんこっちのと取り替えてそれはダメだ一度取り替えたものは二度と取り替えられないもう幸せができているうお,おら消えるぞちょっとね何とかしてもらいていな、ね、え死神さんあんたとね足とうー何かこう何だか知らないけどもきっと でも切れねんがあるとかなんとかそう言ってたじゃんそこんとこね頼みますよこれから本当にもうそんなバカなことはしねえか頼みますこの通り頼みます死神さんしー、ね、さんしーちゃんね頼みますよねえなんとかしてもらいたいなここのところなあ <laughs> 口じゃ大きなことを言ってでもいざとなったらし 腰がね <laughs> それじゃまあうまくいくかなここにろうそくの燃えさしがあるこれお前にやるから今消えかかっているその火をこっちに移すことができたらおめえの寿命は燃えさし分だけ長くなるぞほらやってみろ <laughs> ほーら、早くしないとほらほらえいやー <laughs> 消えるぞそんなちょいと待ってくださいよあーたね喜んでちゃいけねえなどうもなだってこれこっちに立っ,ってあーもう消えちゃうよこれねもっと と早く教えてくれりゃ。ああ、これが、えー、こっち映るわけがない。ああ、震えるんじゃねほら、あお、消えるぞほ。ほら、ほら、ほら。き。ちょいと黙っててもらいてえな。そばで何か言うから。な。ああ、もうだめだ。こりゃ。あ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 。 ああああああついたああついたああついた風がもとで死ぬってバカなこと言ってあっあっしょ。